はいどうも皆さんこんにちはラーメン大好きつ,つよこですということでですね今日は何の動画かといいますと、まあ、タイトルをね見て頂ければわかるかなと思いますが CD 紹介になります今回紹介する CD はこちらでございますい、はい、サムネこんぐらいも映るようにしたいからねこんな感じかなうんはいサムネということでですね、えー、こちらになります、えー、山田耕司さんのファーストアルバム 舞踏会の今回はですね見本番になりますなんと幻のかなり反射してんなおい <laughs> まあいいや、えー、かなり えー、レアななものとなっております、はいえーまあ、サンプル版見本版と呼ばれるものなんですけど、まあ、簡単に説明しますと、まあ、普通にね僕たちが CD ショップに並べられるものですね僕たちが買える、まあ、今はねネット通販とかいろいろありますけどもそういうので買えるものは、まあ、製品版というか、まあ、普通に皆さんが思っている CD なんですけども、えー、サンプル版見本版っていうのはですね、えー、それより前にですね、まあ、こんなものができたけど、まあ、あのラジオで先に流してくださいとかねあとお店に渡して何かこの光か。 からこのお店で流してくださいみたいな感じで出すまあいわゆる本当にそのまま見本ですねはいのものになりますまあだから関係者だったりとかそういう当時にしかこう何配られないものとなっておりますのでかなりレアでございますこちらこうねめっちゃ細くね山田講師舞踏会って書いてあるんだよねこれ。 このね、えー、っとね本物本物というか製品版のですね品番が VICL の521なんですけどもこちらはですね、まあ、これでわかるかなえー、っとね CD あかなり ピントが合いましたかな、合ってないかな、まあいいや <laughs> えっと CDS-284 のとなっておりますのでこちらはこのね、見、えー、本版だけの品版となっておりますかなりね、あのマニアックな話になっておりますがはい、そしてさっきからチラチラ見,見えておりますこちらがですね、えー、声に殴られるっていうのは、えー、こちらの舞踏会のまあ、キャッチコピーというか、えー、まあ まあだからビートルズの4人はアイドルみたいな感じですねそういう感じなんですけども、えー、こちらのですね、えー、こちらねあの製品版にはありませんアルバム紹介ですねだからまあなんだろうラジオとかで流すときにここの太いね文字を言ってからこの初期シカゴ的なブラスセクションが気持ちいい急がば回れみたいな感じで <laughs> 紹介していくのかなと思うんですけどはいこちらにですねそのアルバム1曲1曲の紹介とまあなんていうんだろうこの 参加されているミュージシャンの方ですねが書かれてありますこちらにえプロデューサーがこちら元サディスティックミカバンドのベーシストの方なんですね知らなかった <laughs> はいえっと製品版はですね一応持ってるんですけど今回まああの未本版を先に紹介という形になってしまいましたが今のところねまだえっ、ー、と山田宏志さんのあの CD は一個も紹介してませんが今回いきなりこう一番レアなというか見本版が手に入ったので今回まあ特別編ということで山田宏志さんの CD、を紹介させていただきました、えー、山田さん、まあこの動画見てる方はね山田孝史さんのファンか俺のファンかどっちかだと思うんですけどまあ9割9分9輪孝史さんのファンだなと思うんですけど、えー、残りの1輪の、えー、僕のファンのために紹介しておきますと、まあ、山田孝史さんがですねこのアルバムにも入ってます「ひまわり」という曲ですねがですねめちゃくちゃ売れまして、えー、ドラマの主題歌で、えー、多分聞いたことを聞けば分かるかなと思うんですけど「ひまわり」という曲がめちゃくちゃ有名で僕ももともとその曲を知って。 でそれからあなんか歌が本当にうまい人だなということでこう CD を集め始めまして、まあ、といってもあまりまあ CD 出てないんですけどもこちらの「舞踏会」ってアルバムは山田講師名義ではこちらの「舞踏会」という、えー、アルバムしか出てないんですけどこちらのアルバムもめちゃくちゃ、えー、素晴らしい作品となっておりますぜひ皆さん聴いてみてください。ちなみにですね、まあ、これ一個一個 ご紹介が書いてありましてこうご存知大ヒットシングルひまわりなるもんバージョンとかこの二曲目の一人芝居は鈴木茂さんがなんかこうギターやってますよみたいなあのハックルバック鈴木茂とハックルバックの人ですねとかいろいろこの尾崎亜美さんの曲とかそういうのが書いてありますぜひ、えーえー、見たいよという方は今手に入るかちょっとわからないけどぜひ、うんえー、探してみてください絶対手に入らないと思うんですけどなんか中古の、えーえー、とオークションとかね、うん サイトなどで僕はえっと中古で手に入れましたけどもちろんね当時生まれてないですから全然はいこちらですねわかるかなサンプル見本版って書いてあるんですね違う非売品かサンプル非売品って書いてあるんですねここにも非売品って書いてあります5月21日オンセールということでぜひ皆さんはえ見、ー、本版ではなく聞いてないよという方はぜひ製品版を買ってみてください今もうちょっと廃盤になっちゃってるので中古でしか手に入んないかなと思うんですけど、えー、めちゃくちゃ素晴らしいアルバムになっております山田光史さんですはい。 ということでですね、まあ、かなり反射してたなまあいいやはい、はい、ということで今回は山田ウシさんの CD を紹介させていただきましたもうねめちゃくちゃね、えー、素敵な曲ひまわり以外にもいっぱいいい曲ありますので、ね、ぜひぜひ聴いてみてください、えー、まあねあの廃盤になってるからね <laughs> ぜひぜひ買ってくださいっていうのもあれだけど配信とかされてんのかな俺は CD でしかちょっと聴かないんでそこら辺の情報ちょっとわかんないんですけどぜひ皆さん、えーまあ、YouTube とかにも上がってるかなと思いますのであ多分ウシさんのあの え何あの公式の YouTube チャンネルがありますので、ぜひそちらから、はい、多分上がってると思うんで、見てみてください。はい、ということで、筒横でした。えー、またね、さまざまな、今までいろいろな EXIL だったり、まね、あ、きケチャだったり、いろいろなアイドルとかね、CD 紹介させていただいてるんですけど、いろいろなね、アーティストの CD、これから先ね、まあ、できれば一つのアーティストを時系列的にっていうのが一番理想ではあるんですが、なんか、いい CD が手に入った時には、またこういう感じで単発で紹介したりするかもしれません。ぜひ是非、えー、ご覧ください。 はい、ということでですね、少しでもいいなと思ってくださいました高評価ボタンを、そしてチャンネル登録、そうそう出てると思いますので、えー、登録、ね、ここを押して、ここかな、多分ここか、ここか、ここか、ここだけど、登録を押してください。お願いします。はい、そしてですね、えー、SNS ですね、僕の、えー、とこの動画の概要欄にですね、Twitter と Instagram のリンクが貼っておりますので、ぜひ,ぜひそちらからフォローよろしくお願いします。ということでですね、筒井誉でした。また、えー、次の、えー、CD 紹介などでお会いしましょう。<laughs> バイコロマルー。なんか最後おかしかったな。